知ってると思ってた。だって平気そうだったから。この街は狂ってるの。最初はそうでもなかったけど、少しずつ変わり始めて、今はもう全部がおかしくなった。普通に見えるところだってもう普通じゃないから、それだけは覚えておいて。二人だから一人でいるより安全だと思うけど、でも危険なことの方がずっと多いから。もう時間がないから一つだけ、影には気をつけなきゃいけないの。誰かが私たちを見てるかもしれないし、話を聞いてるかもしれない。どこか知らない場所につながってることだってあるかもしれない。どの影が危険で、どの影が安全か分かればいいんだけど。気づかれた。私たちの話を聞こうとしている。何？知ってることなら。王様を探しに。そう、妖精の王様。信じてくれなくてもいいけど、扉はあるはずだし、それが何なのかはわからないんだけど、でも妖精の王様が何かを知ってるって聞いたから。妖精狩りの二人、そう、怖いからあんまり近づかないようにしてるんだけど。私は無人の街を歩いていた。目の前の街がもはや見えている姿とは違ったものになってしまったことを、嫌というほど思い知らされていたから、気を抜くことができない。見ていたものが視界から外れた途端、変質を始めることもある。見えているものは信じられず、見えていないものは危険だった。分かっていても私は月明かりの街を恐れるわけにはいかなかった。もう周りには誰もいない。みんなどこかへ行ってしまった。そんな予感はあったのだけれど、実際に街から人が消え、月明かりの中で危険にさらされ、家族のいない家に一人取り残された時、激しい虚脱感に襲われた。自分の部屋に閉じこもり、孤独に泣き、思い出に押しつぶされそうになった。どれだけの時間を過ごしたのかわからなくなった頃、
私は奇妙なことに気がついた。空腹を感じない。睡眠も習慣でとっているだけ。トイレだって行こうと思わなければその必要を感じない。何かが変だった。こんなことがあるはずないのに。世界がおかしくなっている。もしかすると私もそうなのかもしれない。じゃあ私は一体どうなってしまうのだろう。窓の外は静かな住宅街。何の音もしない。何の動きもない。私は冷たいシャワーを浴びた。日課のシャワーだったはずなのに、しばらくぶりのような気がする。でもその感覚さえおかしいのかもしれない。そして私は気がついた。私がなくしたものは家族や毎日の生活ではなく確実なものなのだと。確かなものを見つけることができず、どうやって日々を過ごすべきなのか。私にはその答えが見つからなかった。私は髪を拭いながら窓の外に目をやった。日差しが眩しかった。外には誰もいないのかもしれないけれど、私はまだここにいる。何もしないでいるよりはずっとマシだ。玄関の戸締まりを確認し家を出た。事実を確かめるだけでもそれはずっと価値のあることだと思えた。その時、私は月明かりの街で人の笑い声を聞いたような気がした。最初は気のせいだと思った。もしくは妖精たちの悪意はないが危険な誘惑だと。もう何度も騙されてきた。生きているのが不思議だと思ったことも数回。そんな経験をしたことで、あの子たちのすることに意味はないんだと思うようにしていた。猫があくびをするのはしたいからそうするだけで、あくびに意味はない。あの子たちがしていることは猫のあくびと同じだから。もう一度笑い声。それとは違う話し声も。人がいる、人がいる。私以外の誰かがここにいる。言葉にできない衝動に駆られ、声の聞こえた方向へ足を向けていた。この近くだと思うんだけど。辺りを見回す。大きくて綺麗なビルが森のようにそびえ立っている。人影は見当たらなかった。あと違和感が。薄い汚れたリュックが転がっている。そのそばには焚き火の跡。やっぱり誰かいるんだけれど、希望を目にしたものが裏切っている。何か不愉快な印象がある。
嫌なものを見ている気がする。リュックがかすかに動いた。くぐもった声がチーチーと鳴いている。妖精が入ってる。一つの声、他の声が答える。何匹もの妖精たちが押し込められている。そして焚き火の燃えかすの中に象牙色の小さな破片を見つけた。最初はそれを動物の骨だと思った。犬か猫、その想像だけでも不快なのにすぐ間違えたと気がついた。だって最後に猫を見たのはいつだった。この町で見かける小さなものといえば、あの無邪気で危険な妖精たちだけ。じゃあこの骨は。全身の毛が逆立つような気がした。肌がざわざわする。食べるものならいくらでもあるのに。不思議なことにスーパーやコンビニの食料品は補充され続けていた。目を離している間に棚の商品は元に戻る。野菜や果物はいつまでも新鮮さを保ち続けていた。空腹を感じないのだから、食事は習慣以上の行為ではないの。そんな状況でどうしてあの子たちを食べなきゃいけないの。周囲の静寂を乾いた笑い声が切り裂く。だから無理だって言ったのに、全然分かってないんだもんな。だってやってみたいじゃないですか。私は周囲を見回した。すぐそばにいる。隠れるなら急がなきゃ。地下駐車場への入り口が目に入った。暗い場所は少し怖いけど、それよりも男たちに対する嫌悪感の方が勝っていた。私は地下へとつながる階段の影に身を隠した。建物の影から人影が2つ。食わねえよな。絶対食わねえ。焼いたからって食えるかどうか普通は分かんだろうって。だって大将が食えるって言ったじゃないですか。太ったゴーグルの男が大将に不満を詰めていた。バーカ、食えるなんて言ってねえよ。食えるかもなって言ったんだよ。大将は目線をそらしたままゴーグルに答える。私は二人が何をしていたのか想像して口元を押さえた。あの二人は妖精を食べたんだ。まだ腹ん中気持ち悪い。二人は焚き火のそばに腰を下ろす。折れたとこまだくっついてないっすか。まだちょっとな。泣いてるしね。なんて泣いてると思う。わかんないっすよ。大将はわかるんすか。わかるに決まってんだろ。じゃあなんて言ってるんすか。バカ、なんでですか。教えてくれてもいいじゃないですか。なんでお前に教えなきゃならないんだよ。じゃあ教えてくんなくてもいいっす。あ、分かった。お前俺を信じてないだろ。そうか、分かったよ。お前はそういうやつだもんな。
そんなこと言ってないじゃないですか。二人は他愛のない会話をいつまでもいつまでも続けていた。話の内容自体は不自然ではないものの、私は強い嫌悪を覚えていた。自分以外の人間にようやく会えたという喜びはどこにもなかった。すっげえまずかったんすよ。最初どこで聞いてきたんすか。だってさ、ほらあれだよ、そうそう、王様が食べれる。大将、王様って会ったことあるっすか。なあ、埋め立て地までは行ったけどな、見つかんない。いいや、俺会いたくないよ。私は自分が感じているのは嫌悪ではなく恐怖であると気がついた。人の姿をして人の言葉を話してはいるものの、その内側にはまるで別な何かが詰まっている。そんな風に思えた。どこかが違う。でもそのどこかがわからない。逃げてしまいたいのだが、二人に見つからずに逃げ出すために暗く口を開けた地下へ降りていかなければならない。光のささない、どこへつながっているか、どんな危険が待っているかもわからない深い地下へ。それはできない。でもそれしかないなら。大将すごいっす。王様って何でも知ってるっすよね。俺は知ってんだろ。だってあれだ、王様ってくらいだ。それにあれはあれだな、王様が扉を閉めてるんだと思うな、俺。いや、そう、絶対そう。ゆっくり地下への階段を下り始めていた私の耳に扉という単語が飛び込んできた。二人は扉について話し合って。扉って、扉を閉めてるってどういうこと。大将、王様捕まえたらどうすか。絶対面白いっすよ。やだよ俺、扉とか開いて夜なくなったら採集できなくなる。あ、そうか、そうっすね。ほんと、お前何も考えてないのな。そんなことないっす、いろんなこと考えてるっす。よ、行ってみろ。だからいろいろです。だから言えって。そんなことどうでもいいから、扉のことを話してよ。イラつく私の足に何か冷たいものが這い上がる。悲鳴を上げそうになった。恐る恐る視線を下ろすと、妖精が一匹影の中から抜け出して私の足によじ登っていた。妖精が動きを止めて目を上げる。目が合っちゃった。小さな牙を抜いてチーッと威嚇の声を上げる。あ、ダメ、泣かないで。そう思った時には遅すぎた。二人の話し声はもう聞こえない。ガチャリ、冷たい金属が鳴って、もう何の音もしなくなった。あんたのせい。でも妖精の姿はなくなっていた。ほんの少し目を離した隙に影の中へ帰ってしまった。気配はしないのだけど、絶対に私を狙ってる。私は切り取られた夜空に向かってゆっくり物音を立てないように進んでいく。心臓が高鳴る。
肩が上下し、口で呼吸をしなければ追いつかない。狙われているという感覚が全身の神経を張り詰めさせ、四角く切り取られた空はもう目の前。そこに二つ男の顔が現れた。私は短い悲鳴を上げ、二人を突き飛ばして駆け出した。うわ、でっけえ。ああ、バカ、撃つな。ふっすりと音を立てて、足元のアスファルトにボウガンの矢が突き刺さる。私は必死で走り続け、建物の陰に身を隠した。心臓がドキドキ爆発しそう。呼吸が小刻みになっている。でも追ってくる気配はない。そっと覗いてみると、大将がゴーグルを蹴飛ばしていた。何度も何度も。が、痛いっす大将、痛い痛い。何考えてんだよ。1500はあったぞ。傷ついたらどうすんだよ。だから蹴んなくてもいいじゃないですか。痛いっすよ。仲間割れに忙しく、追ってくる気配はなさそうだった。よかった、思ったより諦めが早くて。とても大きな長いため息。心臓はまだ張り裂けそう。二人の興味が戻ってくる前、急いでここから逃げ出そう。それにしても、扉が開くと夜がなくなるってどういうことなんだろう。妖精たちを捕まえることができなくなるとも言っていた。この狂った夜が終わるという意味なのだろうか。それに扉があると言って、もしかすると答えが見つかるかもしれない。小さな小さな手がかりかもしれないけれど、何もないよりずっとマシ。扉はあると思う。何度も引こうとしたんだけど、でも誰かが邪魔してる。そうとしか思えない。自分でも分かってる。全然信用できないことかもって。でも何も信じてないよりはずっとマシだと思うから。鳥が来る。もう分かったんだ。そうでもないけど、あれが飛んでくると嫌なことが起きるから。
言葉なんだと思う。意味があるのかわからないけど。行こう。見ててもしょうがないから。気にしててもしょうがないから。どうしたの？どうしたの？
わからない。見られたことはあるけど、こんなに長いのは初めてだから。ここに危なくないことなんてないもの。でも私、私は和辻彩だわ。わからないけど、終わりなんだと思う。
暗いところはダメ。でもダメなの。わかってるけど。だって。そうじゃなかったのに。え？本気？わからない。どうしてもって言うなら、いくらの切符を買えばいいの？でも言われても。だってそれって、じゃこの街は私のために存在してるってことになるじゃん。あのうなり声は、妖精狩りの二人に追いかけられたけど、あれはどうなの？私は危ない目にも随分あったわ。だから、私のためとか言われても。
どれくらい眠ってた？もうすぐに。わからない。聞かれてもわからないから。
王様はどこ？お願い、ちょっと、近いの。